皆さんこんにちは。本日はなぜゆっくり走ることは難しくてきついのか、これをお話ししていきたいと思います。先日アップしたこちらの動画、たくさんの方にご視聴いただきました。まだ見ていない方はぜひ。こちらの動画でジョグの意識についてお話ししたところ、ジョグをするとどうしても速くなってしまうであったり、そもそもゆっくりのジョグができない、こういったお声をいただいたんですね。実はこれ以前からちょくちょくいただいてたお声なんですね。なので今回はなぜゆっくり走ることは難しくてきついのか、そしてそれをするとどんな効果が現れるのか、これをねお話ししていきます。先日の動画と合わせて見ていただくと理解が深まると思います。夏はね、暑いからゆっくりとペースを落とす機会が多くなりますので、ぜひここ一緒に学んでいきましょう。まず早速、なぜゆっくり走ることは難しくてきついのか、原因は大きく2つ。1つはバランス、もう1つは股関節が動かない。まず1つ目のバランスなんですが、ゆっくり走ることによって自然とピッチって多少は落ちますよね。ピッチが落ちると自然と地面に足がついている時間、接地時間が長くなります。こちらの比較動画見ていただくと分かりやすいと思います。いかがでしょう。左側が1キロ4分、右側が1キロ6分30秒、右側の方が接地時間、地面に足をついている時間が明らかに長いのが分かりますよね。地面に足がついている時間が長いということは、この状態でやるとこの姿勢を長くとっているということになります。ランニングは両足でバランスを取る種目ではなくて、片足支持が長い種目です。なのでゆっくり走るということは、片足で支持している時間、要はバランスを取っている時間が長くなるということになるんです。早く走ると接地時間は短くなって、また前への推進力というのは大きく働いてますから、自然と前に倒れるように走っていきますよね。これがゆっくりだと接地時間が長くなって、また前への推進力というのも小さくなりますので、一歩一歩バランスを取りながら進んでいかないといけません。自転車もゆっくり走るとバランスが取りにくくなって左右にフラフラしますよね。ランニングも一緒で、ゆっくり走るとやっぱり左右にフラフラブレやすくなるんですね。なのでゆっくり走るとよくある、ゆっくり走ると上にポン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 弾んじゃうんだよねっていう方は、接地時間をできるだけ短くしたいけども、後ろに蹴り出すことができないから、接地をした瞬間に上にポーンと弾んでゆっくり走ろうとするんですね。なのでゆっくり走ると上に弾むっていう現象が起きてしまうんです。接地時間短くしたいですからね。そしてもう一つは股関節が動かない。こちらの動画でも解説したのですが、ゆっくり走ると股関節を動かすのは難しくなるんです。股関節の周りの筋肉には大臀筋やハムストリングスといった大きな筋肉、要は力の強い筋肉がたくさんついているんです。ただしゆっくり走るのには一見強いパワーは不必要、スピードを出さないので、そうするとこの膝から下のふくらはぎや足首周り、そしてもも周りの筋肉をたくさん使って前に進もうとします。この時に体は、よし、ゆっくり走るんだったら股関節周りの筋肉を休ませてあげようと考えるんですが、それは大きな間違い。走りの基本はゆっくりであろうが速くであろうが股関節、これが原則です。ここでゆっくり走る時にこの膝から下や足首の筋肉を使ってしまうと、速く走る時のフォームの再現性がなくなってしまいますし、また膝や足首の筋肉にいらない負荷、負担がかかってしまいます。なぜかゆっくり走るとふくらはぎやこのもも周りの筋肉がパンパンになるんだよねという方は、股関節ではなくて膝や足首、ここの筋肉をたくさん使っている可能性が高いです。そしてこれを繰り返してしまうと、この膝や足首、これをね痛めてしまう可能性もあります。ゆっくり走るとこの周りがパンパンに張ったりとか、なんかこの辺に痛みが出るなっていう方は要注意です。逆に言えば、ゆっくり走る技術をちゃんと身につけることによってバランス感覚が上がって、ランニングエコノミーが高くなる。そして股関節周りの動きが良くなってスピードが向上する、こういった点があります。どうでしょう、難しいですけれども、ぜひ取り組んでみませんか。ではここからは動きを加えながらもう少し詳しく解説していきます。はい、それでは早速始めていきましょう。まずはね、片足のバランスなんですけども、バランスが取れるとさっきも言った通り、やっぱりね左右ブレがなくなってランニングエコノミー向上しますので、ぜひ身につけてほしい技術です。どうやって鍛えるかというと、まず片足のバランスを取るとき、この時に両手胸の前グーとかしてしまうと、やっぱりこの握る力でバランスを取りやすくなってしまうので、できるだけ手はパー、そしてリラックスして胸の前です。このままね片足になるんですけども、この時のポイントは指をグーっと握らないようにしましょう。あと足首に力入れたりね。そうすると逆にね、さっきも言った通り、この手を握る力や指先をギュッとする力でバランスをとって、この辺の筋肉すごく疲れやすくなったり、つりやすくなったりします。なのでまずは片足になるときに、足首や指先、末端の力を抜いた状態で
片足になります。この時指がねギュッと握ってしまっている方は指を握らずに足を上げる練習をしてみましょう。こうです。これでねバランスが取れる、足首とか指先の力を抜いてバランスが取れたらお腹やお尻周り、ここでバランスが取れていることになります。そしてできるだけこの状態を長く保っているようになったら、まあ、そんなに長くやらなくてもいいんですけれども、バランスが取れたなと思ったらこのままどうやって鍛えるかというと前に倒れます。これバランスが取れる人はぐーっと前に倒れて、あ、ギリギリで足をつけるんですけども、バランスがなかなか取れないからっていうのは倒れるときに左右に倒れるときにこうやって横に流れてしまったりとか、あとはすぐにバランスを取るのが苦手だからすぐに足をこうやって離したりするんですね。なのでうまくできるようになってくると片足でバランス取るのが得意になってきて、ギリギリまで片足で耐えることができるんですね。そして左右に流れることもなくなります。なのでちょっとゆっくり走るのが苦手だなとか、バランス取れないなとか、上にポンポン弾む癖があるんだよなっていう方は、片足でバランスを取った時にちゃんとバランスが取れるか、そしてピタッと止まれたらこれを前に倒れて左右にぶれないか、あとはちゃんとギリギリまで耐えることができるか、この動きができるようになってくるとちゃんと片足の設置時間を長く、そして長く設置して後ろに蹴り出す、この動きができるようになりますので、まずバランスのトレーニングっていう意味でこれをやってみてください。そしてもう一つのポイントである股関節ですね。股関節はまずはね足を前に上げる動きが一番わかりやすいです。なのでその場で簡単にもも上げ、まあ、足踏みみたいな動きをしてみてください。このもも上げをする時のポイントで、ちゃんと股関節が動いているかのポイントは、足を持ち上げた時にこのつま先ですね、足を上げる瞬間につま先が上にギュンって上がってる方っていうのは、ここを足首を固める癖、要はここに力みが入る癖がある方なので、できるだけ足首持ち上げたら下を向くように、持ち上げたらねちゃんと下をダラーンと向くように意識してみてください。まあ、下をギュッと向けるんじゃなくて、これも力を抜いていれば自然とつま先が下を向きます。なので股関節からちゃんと足を持ち上げる、前に持ち上げる、できればねももが90度ぐらいまで上がるようにしましょう。そしてこの時に指先が下を向くように、足の付け根から上げて下ろす、上げて下ろす、そして反対も上げて下ろす、上げて下ろす、キビキビというかなんかね、って力んでやるというかは、自然と動きの中でね、流れの中で動くようなイメージ、そのままもも上げをするっていうようなイメージですね。ウォーキングの延長線上にあると思ってください。そしてちゃんと足首の力抜けて股関節から足が持ち上がってきたなと思ったら、そのままもも上げウォーキングっていう動きをしましょう。そうすると股関節を使って歩くっていうイメージ、股関節を使って動くっていうイメージがすごくつきやすくなるんですね。このもも上げウォーキングだけでも股関節周りの動きはすごく良くなるんですけども、ここからちょっとだけ難易度上がります。もちろんこれだけでも OK ですよ。これがちょっと意識できた方は次こんな意識でやってほしいんですよ。足を前に上げたウォーキングで、ももを上げてる足ではなくて後ろに蹴るこの足ですね、この足をちょっと意識しながら前に進んでみてほしいんです。これは足を前に持ち上げる股関節の動きプラスランニングで最も大事な後ろに蹴り出す動き、これを意識しながらウォーキングをすることができるんです。これねちょっと僕距離短いですけども、これ長くやっていただくと股関節の動きを使ってウォーキングができます。ちょっとドリルっぽくなりますよね。まあ日常のウォーキングでねこんな動きやるとちょっと怪しいからやらないと思いますけども、ちょっとランニング前のドリルとしてももを前に上げる、そして上げることに慣れてきたら少し支持してる足、設置してる足で地面をちょっと押し出すようなイメージをしていただくと、股関節を使ったウォーキング、そしてゆっくりとしたジョギングにつながっていきます。なので順序としてはまずはバランスですね、バランスを取ること、そしてバランスを取るときは指先や足先でバランスを取るのではなくて、ちゃんと足首や手の力を抜いてバランスを取る、そしてバランスを取ることができたらこのまま前に倒れていく、これができるようになると左右にぶれないようになりますし、あとはギリギリまでしっかりと蹴り出す意識、これができるようになります。そしてもも上げのウォーキング、そして
もも上げのウォーキングから後ろに蹴り出しながらウォーキングをすることによって股関節周りの動き向上していきます。なのでスピードアップにもつながりますし、バランスが取れるようになってランニングエコノミー、これが高まっていくんです。これだけいろいろなことを意識して、やっぱりスロージョグとかね、ゆっくり走るということをするわけなので、やっぱり難しいですし、いいなることありますけども、だからこそやっていくことによって身についていくものは多くなりますので、ぜひね、ちょっと暑くなってきますので、少しゆっくり走るというか、ペースを落とすこと多くなると思いますので、ペースを落とすときは、ただペースを落とすのではなくて、こういったことを意識しながら、ぜひぜひやってみてください。そうするとね、秋になったら動きすごくね、良くなってますので、これを続けてみてください。絶対ね、速くなりますから。はい、本日の質問はですね、週6日走ってるんだけど休んだ方がいいかという質問ですね。ありがとうございます。すいません、ちょっとざっくりはしてるんですけれども、どうかな、目的によるんじゃないんですかね。やっぱりなんか週6日走るっていう、やっぱ走ることを日課にしてるから、ちょっとだけでもいいから週6日6日間走るっていうのは、別にいいとは思うんですけども、例えば早くなりたいであったりとか、やっぱりマラソンを完走するためにっていうんだったら、やっぱりその週6日のクオリティですよね。ずっと同じ形で走っているのか、ちょっと強度の高い日があるのかだったら、もしかしたら疲労が溜まるかもしれませんし、もし疲労が溜まってるなっていう中でランニングを続けてるんであれば、もう1日ぐらい休息を続けてもいいですし、いや、この週6日走るのがものすごく自分にとって体調がいいんだよっていうんだったら、やっぱり続けていただいたらいいんじゃないかなと思います。もし今この質問をしていただいている段階でですね、疲労が溜まってるなと感じるのであれば、休んだ方がいいんじゃないかなと思いますね。やっぱりね、目的によってトレーニング方法で全然変わりますので、健康維持増進とかだったら、できるだけね、毎日定期的に運動した方がいい場合もありますし、週6日走ってる量にもよるんですけどね、だから自己自分の目的に合ったとか体調に合わせたランニングっていうのを繰り返してみてください。重ね重ねになるんですけども、週6日走るのが本当に体調にいいっていうのであれば、ぜひ続けてください。ちょっとでも痛みがあったりとかね、体調が悪くなってるとか、なんかずっと疲労を引きずってるんだよっていうんだったら、ちょっと週6日から5日ぐらいにしてもいいんじゃないかなと思います。はい、練習会の概要ですね、動画の概要欄に貼り付けております。なかなか一人では追い込めないであったり、正しい練習方法を知りたいであったり、何度しても目標を達成したい、そんな方が集まっております。ぜひね、そういった思いがある方は練習会でお待ちしております。また LINE がある方は逐一そちらに情報を流しておりますので、登録をお勧めいたします。いつも高評価コメント本当にありがとうございます。皆様の高評価コメント動画を作る励みになっております。ぜひね、今日の動画もいいなっていうところあったら、高評価ボタンよろしくお願いします。またコメント全て返信しておりますが、ちょっと専門性高いなっていう場合は返信できないことありますので、そのあたりご了承いただければと思います。本日は以上です。最後までご視聴本当にありがとうございます。こちらのチャンネルではランニングに関する情報や走り方、そういった情報を配信しております。今日の動画良かったけどまだチャンネル登録していない方、これを機会にポチッとよろしくお願いします。 Twitter、SNS で高山マラソンシェアしていただけると本当に嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねっ。